カカリアにさらわれたライデン・メイを助けるため、キアナたちは ME 社本社に忍び込んだ。そんな彼女たちの前に操られたブローニャが立ちはだかる。戦闘の中でブローニャは自ら脳内のバイオチップを破壊し、カカリアのコントロールから脱した。バイオチップが壊されたブローニャは昏睡状態となり、聖フレイヤ学園の技術でさえ彼女を呼び起こすことはできなかった。ブローニャを助けるため、テレサは聖フレイヤ学園の地下にある中央教会堂に来ていた。教会堂には天命最高のバイオテクノロジーが隠されていた。バイオチップ脳埋め込みに関連する資料を探してちょうだい。天命中央データベースより713個の関連データが見つかりました。うち712個が最高機密、森林計画と関連するため、閲覧禁止となっております。またオッド大司教が隠したのかしら。それじゃあ閲覧できるのは2000年2月7日シベリアバビロン実験室関連のデータです。2000年2月7日くそ、あの時のデータベース関連データをエクスポートしてちょうだい。かしこまりました、テレサ様。あれ、スクリーンが消え始めた。私も急いで入らなきゃ。バーチャル空間構築完了。時間、2000年2月7日、午後3時。場所、シベリアバビロン実験室。ここは、どこ？おーい！誰かいる？ダメだ。通信機も繋がらない。入ったらこんなところだなんて。テレサの後ろをついてったのに見失っちゃったし。遠くに見えるのは塔ね。よし、行ってみよう。この世界の景色、懐かしい。ゼーレ、準備完了。ゼーレ、目的地に向かっています。館長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？この程度怖くなんてないよ。ゼーレ、了解しました。これ以上お姉ちゃんを傷つけさせない。それだけなの。
こに隠れてるの？早く一緒に遊びましょう。あら？敵はそれだけなの？自由っていいわね。どこに隠れてるの？早く一緒に遊びましょう。わかったわ。探しに来たわよ。自由っていいわね。この量の雪を見るのは久しぶりだな。パパが失踪するまでは私たちも雪が積もる小さな村に住んでたっけ。雪が積もると一緒に雪合戦したな。それから4年前のある日、アホパパは突然いなくなって、私はパパを探しにヨーロッパからアジアに行ったけど、全く手がかりがなくて。パパは…よくできたわ、ゼン。腕を上げたわね。 Okay. A little later. 見た？これは私たちの勝利よ。Yeah, boy. セイレ、みんなと一緒に戦います。こんな雪道の中、もうどれくらい歩いたのかな。ちょっと寂しいな。おかしいね、私が寂しがるだなんて。パパが失踪してから長い間ずっと一人ぼっちだったの。はあ、頭の中がメイ先輩が作ってくれた夕飯のことでいっぱいだよ。あとブローニャと一緒にゲームするのも、テレサの地獄式訓練だってこれより面白いよ。それと、酔った姫子がすっぱだかで私のベッドに潜り込んで。ま、艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？外の世界は危険でいっぱいです。ゼーレ、気をつけます。連れて行く気ですか？ゼーレ、了解しました。かくれんぼだよ。ゼーレと一緒に戦って。はいはい。行こうよ、ゼール。私たちの約束のために。
戦いに適した日和じゃ。敵が勢いづく。ないの？迷子かな。この空間にずっと閉じ込められちゃうなんてことはないよね。一人ぼっちでパパが失踪した日みたいに私に返事してくれる人も。違う、今はみんながいる。みんなが待っていてくれてる。メイ先輩、姫子、テレサにブローニャ、絶対みんなのところに。バルキリ、この程度の敵、心配には及ばぬ。信号が戻った。目標の阻止に失敗。交戦中に負傷したから少しの間動けないの。目標はバビロン実験室の方に向かう。この声はテレサみたい。この近くにいるみたいね。急がなくちゃ。隊長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？戦いに適した日和じゃ。敵は見えないところにおる。簡単な任務じゃな。最強の巫女ぞ。Much, much later. 敵、心配には及ばぬ。したわ。第二律者がすでにあそこまで強くなってるとは。体の再生を急がなくちゃ。大司教があの人を派遣する前に第二律者を倒さないと。テレサ、なんで怪我したの？あなたは？もうちょっと会わないだけで忘れるなんて。あんたの目、キアナだよ。キアナ？キアナかすらの？クソ第二律者め、幻影で私を惑わそうだなんて馬鹿にしているのかしら。私のメイキアナは今一歳よ。ふん、死ね、幻影。ゼーレ、了解しました。艦長、ゼーレをどこに連れて。お願い、もう一人の私。仕方ないわね。
なたが使っているのは、もしかして。そうだよ。誰に教わったの？パパに決まってるじゃん。パパ？ジークフリート。え？どういうことなの？自分のことをキアナって言ってるけど。1歳？あ、この空間に入った時システムに2000年2月7日って表示。わかったわ。あなたはジークフリートの野郎の私生児ってことね。はぁ？クソ野郎、私生活が乱れまくっているのは知っていたけど、まさかこんなに大きい私生児までいた。誰が私生児を。かわいそうに。受け入れられない気持ちはわかるわ。全部あの、もういいや。テレサの IQ じゃ説明しても理解できないだろうし、今はとりあえず話を合わせて。そうそう、全部あのクソパパのせいなの。あいつ4年前に私とママを捨てたの。それからママも死んで、私はあいつを探して。こっかわいそうに。安心なさい、私がいるわ。でもまずはこの危ないところから離れましょう。任務が終わったらジークフリートの野郎を捕まえてたっぷり教育してやるわ。よくできたわ、ゼル。腕を上げたわね。So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. ブローニャお姉ちゃん、ゼーレ、できました。 Nice. ゼーレ、今まで使ったんだよ。 Can't be afraid to leave this home. We got this far, don't know blazing flare, just there 'cause the flames will burn us. I've got you.
waiting. How was you close by the stormy seas? Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Because I believe.